はい、皆さんこんにちは。あなたの心の日光猿軍団大地画伯です。今日は日光に来ております。下の一宮、下の国一の宮、日光二荒山神社。はい、言えました。こちらご祭神が大国主の御事を大名持ちの方かな。で、大黒さんがすごいでかい大黒さんがあったりとかで、二荒さんの狼っていうのを祀っております。はい、で本殿が今修理中っていうのかな、改装中っていうのかな、いう感じで新しくなってるということで、今工事しております。もうほとんど出来上がってるらしいです。はい、やっぱり日光ということで隣に東照宮もありますし、やはり神仏融合のあれですね、なんて言ったらいいの、もう神仏融合が出てる場所ですね。そやから、まあ、東照宮とこちらの二荒山神社同じ色ですし、うん、行者もこう回ってきますし、あとまあ大黒天として祀られてるっていうことも一つの例ですね。神仏融合してます、本当に。良縁の神様ということで、なんやろね、まあ香港でいう月下老人みたいなもんですかね。もう即効性があるんやったら月下老人の方がいいですよ。もうすぐですから、もうその日のうちですからね。こちらも多分どうなんかわかんないですけど、その日のうちかもしれんけど、月下老人はその日のうちに効果がありました。はい、またお礼参り行かなあかんねんけど、今香港危ないんでね、行けないですけど、皆さん願かけてかなったらもう一回来てくださいね。来ないとダメですよ。願かけたやつをまた持ってこないとダメなんで、はい、ぜひいらしてください。で御朱印は時間かかりますんで、こういう大きいとこになると先に御朱印お願いしてから参拝するのがいいと思いますよ。まあ猿はいないですね。はい、それではそういうことで、ありがとうございます。どうも、画伯です。異常気象に国内情勢にコロナといろんなことに翻弄されているご時世ですが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。画伯は足も順調に回復しつつあって、抗生剤も1種類のみになりましたよ。ですが鉄のプレートが入っているので、そこに微量でも菌が残っているとまた再発なんてことになりかねません。手術する時もその話を聞かされていたことを思い出しまして怖くなりましたが、いろいろと心身ともに修練を行っておりますので、良い方向に向かっていると思っております。しかし日頃の気温が下がってきておりますので、急に風邪をひいたりなんてことがあるかもしれません。ですので十分な睡眠と不節制をしないことを指針に毎日過ごしていきましょう。とかなんとか調子に乗っていっておりますが、本日も元気よく精一杯にこの日光二荒山神社についてのいわれを画伯流に画伯の言葉で解釈してまいりましょう。日光二荒山神社の創建は新語慶運元年767年頃で、聖徳天皇が再び即位して間もない頃に作られたとみられる。聖徳天皇というと史上唯一の女性皇太子となった人で、光顕天皇としても一度即位し失脚した理由もクーデターやいろいろな陰謀もあり、再び即位したことに関しては吉備の真備が関係しているというとんでもなくごちゃごちゃした歴史の中でとにかく頑張った女性なのである。NHK の連ドラやさまざまなドラマ、映画などにもなっている事柄なので、興味のある方はどうぞご覧ください。さて、日光二荒山神社はそんな経緯で創建されましたが、日光連山が霊場として修験道ブームになったのはもう少し前で、下の国の僧勝道上人が北部山岳地に修行場を求め、大谷川北岸に紫雲隆寺、現在の紫本隆寺の前身を建てたことが始まりとされる。日光連山の霊山と言われている男体山からは男性的な力強いエネルギーを、女宝山からは女性的な柔らかで優しさに包まれたエネルギーを受けていると言われているとか。そして古くは日光三社権現と称され、東照宮、輪王寺の境内とともに日光三内二社一寺として国の史跡に指定され、日光の社寺として世界遺産に登録されている。ちなみに日光二荒山神社は4社から成り立っており、本社、中宮市、奥宮、そして本宮がございます。奥宮の山頂には神剣が立っているので有名ですね。今回画伯が訪れているのは本社ですね。他は行かなかったのかと聞かれますと、行かなかったということになりますね。そしてもう一社、空海が建てたとされる滝納神社は本宮と合わせて日光三社と言われておりますね。空海はさらに日光のネーミングの親でありますよ。二荒山を日光山と呼び出したのが最初だったとか。本当ですかね、本当かな、本当なのでしょう。さあ、そしてそんな話はそっちに置いておいて、御祭神の話に移りましょう。御祭神は大名鞭の御事、田心姫の御事、味好き高彦根の御事となっており、それぞれ男体山、女宝山、太郎山が神ナビであって信仰の対象となっております。そもそもが修験道の憧れであって、山岳信仰の始まりであって、御祭神は後付けということですよね。ということで今回はあまり深掘りできない内容なので、御祭神の中でも息子にあたる味好き高彦根の御事について話しましょう。さて、ご存知の通り味好き高彦根の御事はこの一旅でも数回紹介しております。雨の若彦の葬儀に駆けつけたが、その死人である雨の若彦にそっくりだと言われて怒ってもやを切り倒し、美濃のもやままで蹴り飛ばした、あの話の短気な人ですよね。はい、謎が多い神の一中であることでもあって、ロマンを追い求める方々の的でもありますね。まず父親が何人もせずに浮上していること、また下鴨や上鴨でも触れるのですが、鴨氏は鴨の大神として崇めており、上鴨神社の御祭神である鴨分雷の御事と同一視されることの理由がこれなんですよ。ということは母親は玉依姫となりますよね。この話はこうです。玉依姫が石川の蝉の小川、いわゆる鴨川で遊んでいたところ、川上からにぬりの矢が流れてきた。姫がそれを持ち帰って寝床の近くに置いたところ、矢が美男子に変わって2人は結婚し、鴨分雷の御事が生まれたという。これと似た話が、いやむしろもっと詳しい表現で大物主との間にもあるんですが、この時は生まれたのは娘だというのですよね。ちなみにその娘は姫たたら五十鈴姫とされていて、初代天皇神武天皇の皇后になる人でございます。そして前者の話で父親はなんとですよ、松尾大社のご祭神である大山喰の神だというのです。大山喰の神といえば父は大山積の神であって和田積と同一じゃないかということで、余計にややこしくなりそうな話になりますよね。がしかしここでは大国主の御事と宗像三女神の一人である田切姫の御事との間のこととされており、妹に仕立てる姫の存在がありますよね。日光二荒山神社では大名持の御事と田心姫の御事とされておりますが、同一神でございますです。結局一体全体誰が父親やねんって話です。これは賀茂氏が分裂したのではという説があり、故に下鴨神社上鴨神社となったのではということなのもあるのです。またこの件につきましては該当する神社で語りに語りたいと思っておりますので、今回はこの辺にしておきましょう。くぐりますか。光蓮さんの養拝所です。日光二荒山神社へのアクセスは車なら日光宇都宮道路日光インターチェンジより約10分、国道120号から国道122号清滝バイパスを通り約10分、電車なら JR 東日本日光線日光駅もしくは東武鉄道日光軌道線東武日光駅より東武バス太遊院二荒山神社前下車すぐ。縁結びの神である大名持の御事はあなたに良縁を導いてくださるのか、香港権大神の月下老人のように即決してくださるのかどうかはあなた次第かもしれない。そんな日光二荒山神社に皆様ぜひ一度お参りください。はい、ということで日光二荒山神社に行ってまいりました。日光ですよ。はい、日光東照宮は徳川家康のお墓として有名ですよね。見ざる聞かざる言わざるなんていう猿もおりますし、正面の平地は明智平なんて言ってね、家康と秀吉と明智光秀は仲が良かったという話もございます。もう一つね、宇都宮の方に二荒山神社、同じ字書くんですけどもございますんで、こっちは日光二荒山神社というふうに日光も入るそうです。まあ、良縁の神様として、結構有名でして、縁結び縁を欲しい人とかが来たりするらしいんですよね。私は香港のウォン大神の月下老人の方がすごいと思っておりますが、まあ経験しておりますんでね、もう即ですよ、その日のうちでしたからね。まあこの話をまた詳しく聞きたい方は個人的に聞いてください。神仏集合の形がすごく如実に残っている場所でもありますよね。皆さんはゆっくりね、この日光東照宮と二荒山神社とっていうのをきっちし回った上で中宮市で本宮奥宮みたいなのも回っていって日光ワンセットにしてね、回っていった方がいいと思いますよ。ということで日光二荒山神社でした。この動画いいと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。よろしければベルマークの通知登録もお願いします。それでは皆様、次回の一旅でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。はずさ」「君のいる世界に素晴らしいことが待ってる」「何度くじけそうになっても」「僕らの未来は歩き出す」「僕らの未来は歩き出す」